はい、お世話になっております。月こもり実況プレイ感想会でございます。先日ね、月こもりを、パート166かけてね遊んだんで、また感想をね喋ろうかなと思っているんですけど、最終回のね、あのスタッフロール流れてるところでもちょっと話したんですけど、前作である学校あと非常にね、比較がしやすい形の続編なので、いいところを言うにしても悪いところを言うにしても、どうしてもね、前作との比較が出発点になってしまうと。で、まあやっぱ作りがね、粗い部分は目立つと思うんで、前作に比べるとここがちょっとみたいなのはすごい言いやすいし言えるんだけど、だそういう感じの場にはしたくないというかね、こうすればよかったのにじゃなくて、ここが良かったよねっていう感想をね、言う場にしていきたいなとということで意識してね、やっていこうかなと思うんですけど、で、まあ好きなポイントはねあってですね、まあいつものようにね、こんな感じで3つほど並べていますけど、これを元にね、また話していこうかなと思います。まず1番目としてね、続編としてのあり方と書きましたが、月こもりって結構ね、続編として好きなタイプなんですよね。まあゲームの続編っていろんなタイプがあると思うんですけど、まあまず思いつくのは主人公続投タイプですよね。五右衛門とかなんてまず五右衛門をあげたのかあれですけど、まあ、逆転裁判の1、2、3とかね、メダロットの2、3、4とか、だから学校で言うなら、あの学校の主人公の、まあ、俺は稲葉くんっていうね名前で遊びましたけど、で本命坂上くんが、まあ、続投する形 で、ちょっと後の時系列で学校は2を作るとかね、あの1年後にまた七不思議特集を新聞部でやることになって、でもう3年生は卒業しちゃってて、細田さんと新井さんが最高学年で、まあ新しい語り手もね何人か登場してみたいな続編も選択肢としてはあったんじゃないかなって思うんだよね。ただ月こもりはゲームシステムを踏襲してキャラクターも舞台も一新してっていう形を取ったんですよね。これやっぱね、もちろんキャラのこともね好きになるんですけど、キャラ第一って感じでもなくて、やっぱゲームシステムとそのお話とかの見せ方とかがこううまく練られてると、そこに感動するタイプっていうか、だからゲームシステムがすごい魅力的なゲームに出会ったら、それをうまいことを別の世界観に移して、でまた新しい世界を見せてほしいなって思うタイプなんで、だから学校の続編に月こもりっていうゲームがあるってね、存在を知った時に、あ、それはちょっとやってみたくなるタイプの続編だなっていうふうに思ったんですよね。やっぱ学校はシステムっていうか、フォーマットがね面白いと思ってたし、でなんかね、続編にあんまキャラ引っ張ってほしくないなっていうところもあって、前作で好きだったキャラが続編で、あれ？お前そんなキャラだったっけってまあ解釈違いですよね。解釈違いがあった時に露骨に下がるタイプなんで、これがね、あんまり味わいたくないんですよね。てか月こもりの中でもね、あの中山さんの隠しシナリオの時にね、解釈違いあったじゃないですか。あの感じですよね。これ中山さんかい？みたいなおかしいよ、辻褄が合わないよみたいなね風になっちゃうんでね。だからまあ月こもりと学校は世界観的にはね、唯一風間さんでつながってるわけですけどね、風間さん引っ張っちゃってるからね。学校の感想会の時に、続編の月こもりっていうゲームに風間さんは出るらしくてみたいな嫌な予感してますけどねみたいなことは言ってましたけど、まああの嫌な予感っていうのはそういう意味合いでの嫌な予感なんですけど、まあ的中しましたけど
的中しちゃいましたけどね、その嫌な予感をね。まあでも解釈違いっていうこともないのか、なんかちょっと出すぎてな風間さんはな、7シナリオですもんね。48分の7は多いよな誰かしら途中で止めなかったのかなとか思いますけどね。まあコンコルド効果っていうんですかね誰にも止められないところまで行っちゃったんだろうな。まあちょっとね、当時の温度感とかはね、わからないですけど、95年とか96年のね、学校あのキャラもね、人気はありそうですし、実際ね、学校あっていうシリーズはまだ生きてるわけですもんね。ね、スイッチ版出るんでしょう、今度ね。ってね、なりますよね。だから、そこをね、そっち路線での続編にはせずに、月こもりっていうね、新しい世界を作りに行ってくれたっていうのは、俺はすごい好ましいなって思いますけどね。で、まあその流れでね、2番のこの舞台設定のね、話に行きますけど、親戚の集まりはなかなか面白いと思うってね、最終回のスタッフロール流れてるとこでも言いましたけど、学校あの時ってさ、語り手って全員知らない人なんだよね、主人公にとってはね。唯一知ってる日野さんは来ないしっていうね、設定で、その辺をうまく使ってお話を作ってましたけど、今回は逆に全員知り合いっていうね、で単なる友達とか知人とかではなくて親戚っていうところがね、結構巧妙だなと思って。確かに親戚ならね、上は和子おばさんから下は吉尾まで、いろんな年齢層の人をね、無理なく参加させられますし、親戚ってなんか関係性としてすごい特殊だと思うんだよね。濃いように見えて割と薄くもあるっていうか、まあ月こもりでもそうですけどね、あの法事とかなんかそういう系で集まった時の親戚としての顔しか知らないじゃない。普段仕事してる時とかは全然別の顔のはずだけどさ、それは知らないんだよね。実際自分の親戚でもさ、なんかいつも法事では顔を合わせるけど、どういう人なのか全く知らないなっていう人結構いるしね。ただまあ、会ったら話すみたいなね。考えようによってはまあ、怖くもあるし、怖い話を喋ってくれるね、語り手としてはなかなか、面白いと思うんですよね。ただ怖い話するだけの舞台だったらね、なんか、大雪でさ、ペンションとかに閉じ込められて、暇だから偶然居合わせたメンツで怖い話をみたいなのでもね、なんでもいいわけじゃないですか。そこをあえて親戚設定にしたっていうのは、うまいなって、最初思いましたよね。あと本家とか文家とかのあの感じ嫌ですよね。マサオバとかがね、ちょくちょく本家の座を狙っている的なね、絵に描いたようなやつね、やってましたけど、あれうちもね、実家結構田舎で、割と稲葉本家感あるっていうかね、母方の方が元農家で、親戚すごい多いんですよ。で俺んちは陽子ちゃんとか安明さんぐらいの感じの家なのね。本家筋ではないけど比較的近めみたいなとこで、だから吉尾に該当するいとこもいたりするんだけど、本家の流れだったら黙っててもこの辺の土地とか全部もらえたのかなとか、まあ考えたことがないかって言われれば、それはあるしね。まあ、月こもりのね、メインのあの7人も、基本仲いい親戚っていうのはね、事実なんでしょうけど、実はいろいろそれぞれに思ってることはあって、で、ちょっとそれが紛失しちゃうみたいなね、シナリオも中にはありましたけど、あの、和子おばさんもね、すごい守ろうとしてますしね、本家をね。あの、親戚っていう関係性の中にしかない嫌な感じっていうのは、あるよなって俺は思うし、だからそういう嫌な感じをね、
描けているシナリオは舞台設定うまく活かせてるっていうことなんでしょうけど、あとちょっと方向性は逆になりますけど、あのメンツでの怖い話大会はさ、単純に楽しそうだよね。あの学校あの時の新聞部の取材で全然知らないね、学生なのかすらよく分かんない人たちから怖い話を聞かないといけないっていうシチュエーションは特段ワクワクしないじゃない。いや、進めていくとさ、語り手たちに愛着湧いてくから、ゲームのプレイヤーとしては楽しいシチュエーションにね、なっていくかもしれないけど、主人公の稲葉くんの立場としては仕事じゃないですか、新聞部としてのね。で、陽子ちゃんの場合はね、比較的年齢近いね、ゆかり姉さんとか吉尾とかもいるし、多少年上とは言いつつもね、安明さんとか正男も30前後ですもんね。まあ若者の範疇じゃない、ね、日本の平均から見たらそうじゃない。あのシチュエーションはね、正直ね、俺羨ましいなって思うんだよね。まあ冒険家山崎哲夫とかその辺を差し引いたとしても、つきこもりはかなりファンタジー強めかなって思うよね。だってリアルにさ、親戚で6人集めようと思ったら、俺んとこだと和子おばさん、よしおよしおぐらいになるからね。あのつきこもりのねメンツに、少なくとも俺はリアルさは感じないですけど、まあゲームだしね、楽しそうでいいよねって思うよね。まあ怖い話を聞いた結果、大体ひどい目には合うんだけどね。ただまあホラーですからね、学校あの別に好きじゃないんだけど怖い話を積極的に聞いていかないといけないっていう新聞部設定はやっぱ巧妙だったんだなとはね、改めて思いましたけど。はい、で3つ目ね、予期できないシナリオ。これをどういう意味で書いたかっていうと、まあ文字通りね、展開が読めないっていう意味でもあるんだけど、どっちかっていうと新しいシナリオに入る時の次どんな話来るんだろうなっていうワクワク感、これはね、学校はよりつきこもりの方が強かったかなって俺は思うんですよね。やっぱ話の幅は広いじゃない、つきこもりの方が。学校は基本的にね、学校が舞台になりますから、まあ学校はね、やっぱイメージ湧きやすいですしね、自分の経験を踏まえてシナリオを書く人も書けるし、プレイヤーも遊べるしっていうのはあったからね。で、マンモス校だからっていう理由で全てが片付けられてしまうっていうね、シュールさとかそういうのもね、生まれて面白かったんだけど、次はどんな世界に連れて行ってくれるのかなっていうのは、つきこもりの方が強かったかな。え、恐竜を探しにみたいな。富士の樹海で遺体捜索をみたいなね。ただまあ結局ね、自由度高くて何でも OK って状況だと、逆にお話作ったりするのもね、難しくなるだろうなっていうのはあると思ってて、だから語り手ごとにあえて枠みたいなのを作って話を作りやすくしてるっていうのはあるんでしょうね。ゆかり姉さんだったらアルバイトの話だし、安明さんだったらテレビ番組を作っている時の話になるし、まあそれがね、普通ではあると思うんだけど、ただ次どんな話が来るのかなっていうワクワクは、次どんなアルバイトの話が来るのかなになるんで、やっぱ回を増すごとにね、そのワクワク度は弱まってはいくかなっていうのはね、ありますけど。ただその枠みたいなのが、あ、この人にはないなって感じた語り手がいて、それがまあ俺が常々絶賛している和子おばさんなんですよね。最初ひなきちゃんで、で次伊沢と前のね話だったから、時代設定とかはともかく村に伝わる怖い話シリーズになるのかなって思ってたんだけど、毎回本当に全然違うところに連れてってくれたっていうか、あのワンちゃんのね夢の話とか、社交ダンスもね、新しい世界といえば新しい世界だったし、であのタイムカプセルの話ですね、
すげえなってね、した思いと覚えがあるんだよね。うん、あの話は月こもりとしては非常に珍しい。陽子ちゃんが開かずの間を出て、でいろいろね、探索したり体験をするっていう実体験系の話でもありましたしね。だいたい開かずの間出ちゃダメなんだけどね、バットになるんだけどね、あの話だったら正規ルートとしてね、こう出れましたからね。うん、お話としてもね、どのルートもね面白かったし、ただまあどうしても思っちゃうのは、あれの完全版が見たかったよなって。完全版っていうかね、安明さんと鉄おじさんと一緒に探しに行くルートしかなかったから、各語り手ごとにねルートがあったらなーって今でも強く思いますけどね。いやーでもね、この人はこういう系の話っていう枠組みなしで、で隠し含めると8シナリオ、どれも違うタイプの話を作り切るっていうのはね、すごいと思うんだよね。和子おばさんの新しい話に入るタイミングはね、本当学校も通して一番ワクワクしたと思うし、でそのワクワクにも応えてくれたなっていうのね感じますよね。だから人気投票企画ね、俺も入れてんですけど、もうせっかくなら語り手ごとにね、こうバランス取って入れた方がいいのかなとかも思ったんだけど、最終的にはまあ本当に感銘を受けたシナリオ3つにしようと思って、全部家族おばさんにしちゃいましたね、俺はね。あの中継作業ね、まだ全然途中ですけど、ああこうなりますかっていうね感じですよ伝わらないでしょうけどね。ただね、学校の時の応募に比べるとちょっと数はだいぶ少なめですね。5分の1も来てない。一応ね、応募期間は4月いっぱいって書いてたんですけど、まだ開けてるんでフォームもうちょっと待とうかなって。あの俺がねボタンを押すまでは閉まらないんで、別にいいんだけどね、資料作りは楽になるから。だからあんまり少なすぎると今後似たようなことがやりにくくなるなっていうのはあるけどね。まあ無理してやってもらう必要は全くないんですけどね。やろうと思ってたんだけど忘れちゃってたっていう人がもしいたらね、入れてもらえると助かりますね。はい、ということで、シナリオ部分以外の感想についてはこんな感じですかね。あとは人気投票のね発表しながらね、みんなからいただいたメッセージとかも読みつつ、ここのシナリオについてねちょっと喋っていこうかなと思ってます。はい、じゃあまた次回でお会いしましょう。お付き合いありがとうございました。さようなら。